ニッケルチタンファイルとは、地下治療の根幹形成、拡大に用いる治療器具である。従来のステンレス製のファイルと比べ高い弾力性を有するため、その特性を利用して、根幹治療の迅速化が図れると期待されている。ただし、海外論文では、根線発説が81%に及ぶという報告がある。弾力に富むため湾曲根管の治療に適し、また、 根幹の追従性に優れるためエンジンにつなぐことで電動式の根幹治療を可能にした。このエンジンと日ファイルを使う根幹治療はアメリカでは広く普及し、8割の歯科医師がすでに治療に導入しているとされる。現在日本では2割程度の普及率とされるが、今後の普及が見込まれている。従来の主義で用いる。従来のステンレス製ファイルでは完全な根幹治療が、 難しかった湾曲根幹の治療を容易にした。また前バブなどの根幹はもともと若干カーブをしており、ステンレス製のファイルで拡大を行った場合、一度ステップを形成してしまうと根線部までの治療が難しかったが、日ファイルは追従性に優れるためステップを形成するリスクは低い。日ファイルをエンジンに接続し、電動式に根幹治療を行う。 手動より治療の迅速化を図れる。根幹治療の方法は、クラウンダウン法を用いるものが多い。ステンレスファイルよりも、金属疲労が把握しづらく、正常状態から突然破折する。対策として、回数を決め早めに交換をしなければならない。しかし、現状の日本の低い保険報酬化では赤字になってしまうという問題がある。ニッケルチタンファイルで、 根幹形成するためのハンドピースの開発。小林千尋、西市内漁師17、P140 から150.1996年。ありがとうございます。